神立高原平日1、2、3、4、5番目です。これはファーストトラック行けます、ファーストトラック行けますけど、このつもりようです。嫌な予感しかしませんってことで、変なとこは行けません、変なとこは行きません。まあ一番の王道コースをまず行きますね。どうぞご覧ください。パトパトで、スタッフ、リガースタッフなど、一般客、一般客一番乗りです。まあ向こう乗ってる人もいますけど、デンジャラスですね。ヘラクレスはちょっと、ヘラクレスはデンジャラスですね。あの辺で止まっちゃいますからね。別にまあ止まっても歩く、あそこ歩くのは全然大したことない。誰か滑っとるやないかい。誰かす、お、ロープが埋まってる。腰ですね、腰ありますね、ここは。ロープが埋まってるんで腰ぐらいありますね。まあ圧雪バーンは多分圧雪したんで膝いかないぐらい、くるぶし、板履いてくるぶしぐらいですね。板脱いだら膝ぐらいですかね。つぼ足だと膝ぐらいまであると思うんで、まあ歩いて下るのは全然大したことない。で視界が悪い、視界が悪いですね。目指すはあそこですね。あそこをとりあえず、程よいシャドウ、程よくシャドウがあるんで、あそこ行って白板山ペアリフトの入り口に差し掛かるところ。そうですね、やっとコースを覚えましたね、俺。神立パス買って3年目なんですけど、3年目にしてやっとコースを覚えました。しかしコース名は覚えておりません。リフト名をちょっと覚えたかな。リフト名、白板山ペアリフトぐらいかな、覚えたの。でコース名は覚えてないけど、コースの構成は覚えました。3年目にして成長しました。ここからはノンストップで、ノンストップで。スケーティングがつらい、スケーティングがつらい、スケーティングがつらい、スケーティングがつらいです。板履いてクルーブしないですね。板履いて、板がちょっと埋まるぐらい。板履いて、板がちょっと埋まるぐらい。なので1時間ぐらい前に圧雪してるのかな。ここは人の滑った跡を滑ります。人の滑った跡を滑ります。厳しいか、厳しいか、厳しいのか。厳しいのか、いいのか。俺にそっちを行かせて。ここから入った方が良さそうですね。ここが圧雪されたとこなんで、ここから入った方が良さそうですね。遠慮なくちょっかります。ここは このスプレーをお見せできないのが残念です。ファーストトラック見てください。このファーストトラックこけそう、怖い。地味に下圧雪されてます。これだんだん狭くな
ほぼほぼファーストトラック。さあヘラクレスを制したものが今出てきましたね。ヘラクレスの方が良かったかな。エッジは圧雪、エッジはしっかり圧雪を捉えておりました。順パウではなかったですね。それぐらいが安全でいいんじゃないですか。もう去年のこともあるし。ひたすら膝くるぶしが埋まる程度ですかね。いやいいっすね。視界が良かったのもっと良かった。ファーストトラック制しました。ありがとう。もはやファーストトラック2回味わえちゃうってやつですか。これは同じコースの今度は冷や雪のとこ行こう。同じコースの冷や雪、コースの名前はこの辺に出しておきます。さあさっきよりスムースに。ここは冷や雪ですね。あっちが圧雪から入って、ちょっとスタートダッシュで止まりそうなんで、こっち圧雪だよ、こっち圧雪だよ。さっき一周周回遅れました。こっち来た方がいいよ。こっち圧雪だから、こっち圧雪だからこっちの方がいいよ。まだ2人しか滑ってない。こっちは冷や雪だから厳しいでしょう。進まないですね、やっぱり冷や雪は進まない。この辺から進むのかな。ここからこの辺ですね。あ、めっちゃ深い。ここは深いけど遅い。ここは遅いぞ。だんだん速くなってきたぞ。うわ、めっちゃこれは浮いてますね。完全に浮いてますね。しかしまっすぐしか行けないですね。ターンできないですねこれ。さあここはいけるでしょう。突っ込めるでしょう。ここやばい。ここめっちゃ深い。やばいぞ。ここはめっちゃ深いぞ。ここ腰ぐらいあるぞこれ。おー、いきなり圧雪になった。ってことですね。スマートフォン落としそうなので、ここですね。こうですね。行きますよ。こうですね。うわ、もう何に。
荒れてから視界がちょっと良くなるっていうね。皮肉だもんです。パウダーの時は板を横にしないでこう大きく回りますね。自分で食らっちゃうんで。シンプルに埋まります。ここはさあ潜るバーン。あ、クローズしてる。ここメンツる。埋まってます。もうネズミ捕りみたいに埋まってますね。さすがに俺もここは行かないですね。過酷。まあ転ばないで降りる自信あるけど、でスピード出るところはボコボコしててこけるっていうオチがついてるんで、ここは行かない。こうだんだん階段林道コースのこうショートカットみたいになってるんだよね、ここは。こうなのでまだ綺麗に残ってますね。ここは綺麗に残ってる。さあこっち行ってみましょう。こっち行ってみレイアウトは先週と一緒なので、着地が柔らかいことを祈って、飛びすぎました。抜けがむちゃくちゃでしたね。抜けがいまいちだ。ロー人形にしてやろうか。このアプローチ。このランディングで人が作業してるかもしれないんで入りません。ショルダーも入らないようにしましょう。
あら、よく見たら、スローでよく見たらそんな大した抜けではなかったですね。しかもちょっとランディング届いてないし、これ目線が回っちゃってる、回すのが早い。もうちょっと我慢して正面見たまま蹴るって感じですね。なんか鼻が詰まるな。さあ、鼻の中詰まっておりますか。新ルーティーンですね。ルーティーンっていうのは、あのこうつながってるアイテムをいろんな技でこうやるんで、スイッチバックサイド、スイッチバックサイド360からのスイッチのエントリーで、ハーフキャブ、ハーフキャブでレギュラーに直って、レギュラーのバックサイド360。一応立てるんだけど、形はぐちゃぐちゃみたいな感じですね。さあ、それで、神達限定です。神達のでしかできないバックボード。神達のこの整ったアイテムでしかできないです。フロントボード、フロントボードはどこでも打てます。打てます？打つ、え、こする、え、打つ、こする、打つ、こする、打つ、飲む、打つ、何、飲む、打つ、何、飲む、打つ、なんだ。そしてニックキーダブルダウンレール抜けません。抜く、打つ、抜く、打つ、抜く、抜く、こする、打つ、抜、こすって抜く、抜く、打つ、こする、抜く、抜く、こ、こする？打つ？抜く？パチンパチン、パチンパチン、パチン、指パチン、指パチン、パチンパチン、内容変えます。内容、スイッチバックサイド360からのスイッチになるんで、スイッチのまま。スイッチバックサイド180でレギュラーに戻します。5ができないんでね、僕5できないんで、フロントサイド360 5ができない、まあ、キャブ3もできないで、自分もそんなにうまくない、で全体的にそこそこうまくない、スイッチも滑れますがレギュラーもスイッチもうまくないっていう感じですかね。ダブルダウン抜けません、抜けません、抜く、こする、抜く、打つ、抜く、どっち、抜く、こする、打つ、どっち、こする、抜く、どっち、打つ、こする、抜く、こする、抜く、立つ、立つ、どっち、口の中入った。はい、往生ギアが悪いですね。まだ続きます、まだ続きます。でこれまだ午前中ですからね、午前中で、で午後はもうカメラを投げ捨てて、カメラを投げ捨てて午後は没頭しますね。午後白板山ペアリフトがいつの間にか空いてて、でオリオン、神達屈指の冷や雪急斜面ゲレンデのオリオンを3本ほど滑って、滑る、打つ、抜く、立つ、こする、滑る、打つ、抜く、飲む、打つ、寝る、寝る、打つ、飲む、打つ、こする、滑る、3本ほど滑って、でまたパークですね。ずっと3時ぐらいまでパークだけを滑って終わりです。